シュティンシュテットは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、クックスハーフェン軍に属す、町村である。この町は、ザムトゲマインデベルデラムシュテットに属す。この町には、主流のシュティンシュテットの他に、ザンクトヨースト、ノイバヒヒエンブルーフ、モーラウスモールの集落が含まれる。町の南西部に再自然化された、シュティンシュテッター湖がある。ザンクトヨーストには、 聖ヨドクスに捧げられた巡礼礼拝堂があった。この礼拝堂は1367年に初めて文献に記録されており、この付近で宗教改革がなされるまでは多くの巡礼者が参拝した。この礼拝堂は1541年に取り壊された。1972年7月1日にモーラウスモールとノイバヒヒエンブルーフがシュティンシュテットに合併した。 1961年は6月6日、1970年は5月27日の人口調査結果でモーラウスモール及びノイバヒ・エンブルーフを含む。1987年以降はいずれも12月31日の数値であるシュティンシュテットの町議会は9人の議員で構成されている。これは人口501人から1000人のザムトゲマインデに属す。 町村の議員定数である。9人の議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のクラウスシテフフェンスを人気中の名誉職の町長に選出した。ズ柄、ガラ、銀字に緑の巡礼装束を身につけた西洋ドクス。右手に赤い巡礼図へ、左手に金の巡礼の貝殻を持っている。左の足元に金の冠が描かれている。解説。 ザンクトヨースト集落には宗教改革まで多くの信者が訪れ、その後シュティンシュテットに移築された聖ヨーストに捧げられた巡礼礼拝堂があった。ありがとうございます。